では次です。笑いながら死んでいく奇病、通称笑い死にの発生からおよそ2年が経過しました。笑い死にによって全世界の人口約5分の1を失いました。原因や発症方法など未だに未知のまま、笑い死にの数は減ったものの収束のめどは立っておりません。人が感情の変化を起こし脳内物質が生成された際、ウイルスと結合されて笑い死にが起きるという説が未だ有力です。今私たちができることは、薬を飲んで感情を抑え込む、特に笑うことを禁止する、これに限ります。どうか皆様、この全世界共通のルールを守り、今日一日、明日一日を生き抜きましょう。はい、では今日も高橋宏樹のシネマ化監督のインタビューをしたいと思いますが、またご連絡がありまして再登場です。はい、自己紹介を流します。はい、連絡をする監督でおなじみの、シネマ健康会映画監督脚本家の松本拓也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回はね、あっちこっちじゃんの東京公開でお話しさせていただきまして、はい、はい、東京無事終わりまして。終わりましたよ。はい、よかったですね。ちょっと一人ほっとしたというか。いやー、もう本当に、チラシ配りから行くと、もう本当1ヶ月以上結構ずっと通ってたんで、はい、公開が2週間あって、はい、そうですね。でもね、いろんな人が見に来られてよかったですね。いや、もう本当に、はい、大盛況で、おかげさまで、もう本当にありがとうございます。はい、そして、いよいよ、そのジャーニーの方も、広島と大阪と、はいはい、名古屋って決まってるんですね。日程的、はい、まあ、日程的にはね、はい、ある程度ね。まだ、はい、そうですね、ほぼ確定みたいな感じで、はい。はい、で、まあ、一応これ、まあ、広島に合わせて、まあ、アップしようと思うんですけどもね、まあ、大阪のシアトセブンが、これは、今日は、ラフラフ大の方をご紹介いただくんですけども、はい、これはあちこちジャーニーの大阪の公開が決まって、はい、その後に同時上映ということで決まったのね。そうなんですよ。はい、今月、まず12月に広島で、はい、あちこちジャーニーとラフラフ大、1日1回ずつ1週間やって、はい、まあ、1日ちょっと休営日ありますけど、はい、で、1月もそのおっしゃる通り、大阪で、この2本、はい、あちこちジャーニーとラフラフ大やるんですけど、はい、まあ、大阪の方は、ラフラフ大は限定上映で、特別で、はい、最初の土日のみ2日間やります、ラフラフ大。はい、あちこちジャーニーは毎日やるっていう。毎日やります、1週間やります。はいはい、だから土日は2本とも見れるっていう。そうなんですよ。で、しかもプログラム的にはもう連続で見れるように。そうですね。そうですね。はい、広島と大阪両方ともそういうプログラムになってるみたいです。はい。まあ、間入れちゃうとね、なんやねんっていう。そうなんですよ。なんかインターバルになっちゃうともうあれなんで、せっかく、はい。で、しかも2本見るとお得みたいなことで両方ともやってください。そうそう、でもこれ順番的にはやっぱりラフラフ台を先に見て、はい、あっちこっちジャーニーっていう順番の方がいいですね、ほんまはね。制作順で。どうですか。まあ、確かに撮影順で言うと、うん、ラフラフ大が2021年で、はい、あちこちジャーニー2022年撮影なんで、はい、だけど、まあ、どちらもなんて言うんでしょう、そうですね、最近近年の作品になって、はい、まあ、特につながりがある作品ではないんで、ストーリー上、はい、どちらから見てもまたなんか特色のあるような作品になってるんで、順番は大丈夫です、どちらも。では、ラフラフ大の方のストーリーを簡単にまたよろしくお願いします。はい、はい。まあ、近未来の SF っていうのが、はい、なんか、まあ、そんなようなジャンルで、はい、まあ、笑いながら死んでしまう奇病、笑い死にというのが発生してしまって、はい、まあ、架空の、うん、ですけど、まあ、笑い死にっていうのはもう、ガーって笑ずっと笑い続けて、そのまま死んでしまうという、はい、これが全世界に、はい、まあ、多分伝染病みたいな形で、奇病で、うん、はい、流行ってしまって、全世界の3分の1ぐらい、まあ、亡くなってしまったと。はい、で、まあ、ちょっと発症方法とか治す方法が全くわからないので、うん、まあ、とりあえず全世界で笑うことをまずは禁止しようと。はい、そうすると、まあ、あんまりこう広がらないんじゃないかみたいな憶測でこう全世界で笑うことを禁止して、はい、でさらにまあ感情の変化によってどうやらその笑い死にが起こるんじゃないか。うん、はい、で感情自体も殺してしまおうということで全世界で薬を飲んで、うん、まあ、いわゆる無感情の人間の生活
薬を飲んで、感情を抑える薬を飲んで、そういう、無感情になるというような、それでこう、やり過ごそうみたいなことが全世界で起きている中の、ギュギュッと、日本のとある山の、長野県なんですけど、ロケ地は。とある山奥の話で、そんな、ちょっと、笑いを、禁止されたりとか、薬を飲んで無感情になるなんて人間らしくない。どうせ人間は死ぬんだから、普通通り、今まで通り生活しようよってことで、人里離れた山奥で生活する人たちのお話ですね。ですね。もうこれね、コロナから作られたのかなと思ったら、構想が10年前ぐらいからね、そうあっなんですよ。た。もともとは本当に、ああいう僕、エム・ナイト・シャマランとか大好きで、で、やっぱああいう、なんて言うんでしょう、ちょっとなんかこう、突拍子もない中に、ちょっと人間心理が入ってくるような。で、例えばシャマランでも僕ハプニングとかも大好きなんですけど、原因不明で自殺しちゃう、わかりますかね、ハプニング。見ましたよ。見ましたけど、もうはい。あんまりですよね。いや、僕大好きだったんですけそうど、ね。で、やっぱり自分としてもし、原因不明の病気ってなんだろうって当時、10年以上考えたときに、笑い死にってなったら、例えば僕、経験もあるし、お笑い芸人とか大変だよなとか、やっぱ人間にとって笑いって重要だなってずっと思いながら、ここまでずっと活動してきてるんで、これを禁止された世界ってなるんだったら、笑い死にっていう病気ってどうだろうっていうのをずっと温めてて、そこからこう人里離れて暮らしてる人たち、ただ規模がでかすぎて、なかなか取れないよなと思ってるうちに、2020年ぐらいから日本でも新型コロナウイルスがやりだしてしまって、どうやら自分が、その笑い死にを書いて、そのプロットがあって、最初から最後まで書いて、もうちょっと現実が追い越してきそうな感じがありまして、早く撮らないと笑い死に温めて終わってしまって、古くなってしまうなと思って、で、もちろん2020年、21年と、映画撮れなかったというか、で、そういった新型コロナウイルスの経験ももちろん付け加えて作ったのが2022年撮影、2021年か。はい。ね、これも、笑いが入ってたから、もうコメディで行くのかなと思いましたら、全然、私の表現的には店長映画って言うんですけども、出だし、まだ流行りのウイルスの、ちょっとゾンビもんかなっていうね、感じで入っていったら、サスペンスになったりとか、で、コメディ要素もありますけど、で、ファンタジーにもなるんですね、途中ね、これね。なぜか。ほんで、パニック映画にもなるわけで、どういう転がっていくんやと思いながらしたら、これ見ていただくと、ちゃんと感動をね、入れてるというところが、そうですね、憎いですね。ありがとうございます。ね。それで、またあっちこっちにも見てたんで、監督はやっぱり感動を掘り込む人なんで。そうですね。自分がやっぱ見る映画が、やっぱエンターテインメント、娯楽作品が、やっぱ結果的にはやっぱ好きだったりするので、なんて言うんでしょう。お涙頂戴にはしたくはないんですけど、やっぱり自然な形で、やっぱそういった流れがあったら一番最高だよなと思いまして。そうですね。涙が出る感動ではないけど、なんかね、へっていう感じで、へっていう感じでね、やられたっていうところが、ありがとうございます。そうつついてくるかっていう 感じで入ってさせて、そうで皆すさんね。もね、その辺、見てほしいと思いますね。一個だけね、劇中でね、好きなセリフがあって、無駄なものほど大切な時ってあるよねっていうセリフが、めっちゃこの中で印象残って、嬉しいですすごいセリフでしたね。ここね。あだりけがなんとか、ガーンと来ましたね。何回もそこのあのシーンだけ。うございます。5回ぐらい来ましたけど。そんなに、ありがとうございます。いや、だ嬉から、しいです。そういう、ちょっと見ていたけど、そういう場で、そういう言葉を入れるかっていうのがあって、オチでこれ持ってくるのはね、なんかよくあるんですけど、劇中に入ってきたんです。すごく刺さりましたね。ありがとうございます。その辺。そうですね。自分を鼓舞するための言葉でもあるというか、自分自身、映画なんて存在が、やっぱり無駄だったりとか、お笑いも無駄だったり。でもやっぱりそこを信じたいところもあって。だからそうですね。だからこれ、その、笑い人が、
流行った時にはその笑いも結局禁止されてるし、逆に言ったらその見ててそういう、あ、え、そうだったら映画も無駄やんっていう気にもなりましたね、これね、見ててね。そういうふうに、ね、あの世界自体、娯楽は禁止みたいなところがある。だからそこの裏返しもすごい面白いなって拝見させていただきました。これは、ご当地映画みたいな感じで、地元の方の応援もすごくあったみたいですね。長野県のその飯田というところで撮ったんですけども、やっぱり、まあ、プロットもともとの中でも山奥で生活して、密かにこう、なんかこう、人の目を、こう、あ、目が気にならないところで山奥で生活するっていうのをずっと温めてたやつ、これもなかなかないよなと思って探、まあ一応インターネットで募集したところ、まあ、慈しみ深きって昔インディペンデントで結構、ありまのしたね。飯田で撮影されてるんですけど、そこの東郷さんって今回映画、ラフラフタイム出演してもらってますけど、もしかしたらこの山奥に1個あったんだよねって言われて、飯田に。で、まあ僕、それ見、まあその、新潟も見に行って、それこそあちこちやにでも新潟行ってますけど、新潟とか全部こう下って全部あの辺見たんですけど、長野とか。そしたらやっぱ、一番その見た中では最高のロケ地、最後に、このラフラフ台のロケ地。もう今あれ壊れてなくなっちゃったんですけど、そうそなんのですか。曲。あの家が、家というか、まあコテージ。全部壊れて、まあその撮影前に、もう撮影するときにはもう壊すの決まって決まって、てたね。ギリギリですね。だから撮った後に数ヶ月後に、これもう今ロケ地ないんですけど。でもまあ地域としてはそれも残したかったんですよね、要するに。だからあ、そうまですだね。映像残ってよかったって言ね、われま協した。力があったっていう感じに。初めなんか向こうからの誘致で撮られたんかなと思ったら逆だったんですね。感動あ、探探ししてたんる中でですね。口コミでいただいて、で、それこそ今、僕のあちこちジャーニーと同時期ぐらいなんですけど、クオリアって映画も今、それも飯田で結果、ラフラフ台になった。だからクオリアでもラフラフ台でずっと出てくるあの湖、あれが出てきました、クオリアと同じ。それも一緒に上映しないといけないですね。クオリア、東京はね、公開。終わって、大阪はまだでしたっけね。大阪だったのかな。もしかすると繋がって 公開とか、そうなんですね。いもともや、とだから、クオリアの監督は、慈しみ深きにも参加してたんで、だから、飯バー田ナとをでは。ね、富山さんはお会いしました。その作品でお会いしああ、まし慈た。しみ。あれも変わった映画でしたけどね。はい、そうなんです。あれも途中で転調する 映画でしたけどね。そうなんですね。いや、拝見してたら、これ逆にこう向こうから撮ってくれよっていう感じで、なんか撮ったのかなっていう感じの、なんか協力体制やし、我々もその制作費もその地元が出しあったかなと思いながら見たんですけどね。結構地元の方には本当ご協力いただいて、まあ、遠山さんのおかげでもあったりとか、あと、まあ、いろんな方々、お知り合いになって、本当にもう合宿生活、この映画自体共同生活の話ですから、本当にみんなで共同生活して2週間ぐらいで撮って、まあなんかそれで上映、完成してから飯田に上映行ったんですよ、最初に。もうなかったんですよね、あそこが感慨深かったですね、もうロね、あケそ地こでが。ね、上映してみたかったですよね、前ね。あ、本当そうです。それぐらいの場所はね、映すぐらいのね、プロジェクターでね、あるかなと思います。なんかそういうね、思いも、今の監督聞いた思いも、踏まえながらね、見ていただきますと、また二重三重に面白いんじゃないかなと思います。本当山奥なんで、喋り声とかも響いて、やっぱり誰も、ライブのシーンが実は劇中であるんですけありど、ますね、あれ、嘘なく、そのまま同時録音、本当に歌声そのまま、その場のを撮ってる、を使ってる。いや、もう本当感動しましたね。野外ライブのキャンプあれファだイヤーから、が。キャンプファイヤーに参加してる気分になりましたね、あのシーンね。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。一瞬、もうちょっと短いかな思ったら、我、だいぶ時そう間なん取っです。てたんで、それで後半戦は、キャンプファイヤーに参加してる気分になったなと思いながら見て嬉して。いです。で、また最後にね、あの方たちの主題歌がね、流れて、そうなんそです。の曲も微妙に良かったですけどね。その辺も踏まえて見てほしいなと思いますね。ぜひともね。出てある人もそんなに、有名な方じゃないですけど、ね、皆さんしっかりしてるし、そのそうなんです。自素然っ敵で。ぽい演技も良かったですね。だからね。ああ、嬉しいです。この演技にならないというか、そうですね。
その監あ、督なんのか指示通りに動いてるというよりは、なんか自分たちで自由に、あ、そうですね、フリーに結構。ね、してるという感はじい。ね。結構感情をこう、なんだろう、捨てて生活してた女の子なんかも、一人こう変わらずに結構無感情でずっとやったりとか、頑張ってやってました。ですね。そのね、いろいろ見てほしいなと。なんか我々すごく、まあ登場人物も多いんですけどね。いろいろと面白いシーンもあるんで、ぜひとも見ていただきたいと思います。ぜひお願いしはまい。す。ぜひとも、ちょっと松本の世界に高橋はまってしまったのかなと。本当ですか？いやいや、日本のありがとうございます。また次の作品もあれですけどね。はい。最後になりますけども、見てはる人にメッセージをお願いします。いよいよ、ありがたいことに、ラフラフダイとあちこちジャーニーって、まあ、近年の作品が、いろいろな場所で上映されるようになったのは、本当嬉しくて、ただやっぱり、本当に皆さんに見ていただかないと、これ、やっぱりもったいないというか、まあ、僕自身もお財布がどんどん減っていく中で、頑張って、地方頑張って回ろうと思ってますんで、少しでも、一人でも多くの方にこう見ていただければなと思います。1週間なんで、各地、すぐ終わってしまうんで、早めの時期に見ていただいて、面白かったら、実はリピートもしていただけると嬉しいです。各地に初日と2日目は、広島、大阪も両方行きますんで。ぜひともね、関西のね、映画人の人、見てほしいなと思います。作ってあるので、ちょっと勉強してほしいなと思うんだけどな。いやいやいや、もうエンタメ映画なんで、ぜひ娯楽と皆さん見ていただけたら嬉しいです。そしたらね、ぜひとも、シアターセブンので盛り上がって、またね、名古屋だけではなく、九州とかね、また北の方もね、ですね、していただきたいと思います。はい。また微力ですけども、応援させていただきますので、りがとうございます。はい。本日は、はい、まおた忙自しい。ら連絡させていただきはまい。す。また新作でお待ちしておりますので、ぜひとも皆さんは劇場の方で監督に会いに行ってください。はい。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。